日本語ラジオ三百六十五、一期一会。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日は昨日の自転車操業という一語に関連して企業に関係した一語を皆さんに紹介します皆さんはブラック企業という言葉を聞いたことはありますかブラックは英語のブラックつまり 黒色のことですから、黒い会社という意味になりそうですが、では黒い会社とは一体どんな会社のことを言うのでしょうか。一般的に、会社の経営にあたって違法行為や不法行為をしたり、また従業員を不当に働かせたり、従業員の人格を傷つけるような行為を行う、もしくは許容しているような企業のことをこのように呼んでいます。例えば、 A 社に面接に行くというと、友人に止められた。何でもあそこはブラック企業だという噂らしい。就職した会社がブラック企業だったので転職を考えている。というように使います。以前、入学式、入社式の第92回の放送や、捨てる神あれば拾う神ありの第135回の放送でもお話ししましたが、日本では一般に。 新卒と呼ばれる大学を卒業したばかりの人材はほぼ同じ時期に就職活動を始めて皆一斉に翌年4月に就職することになっていますですから就職活動をする際にはまず企業を知るためにいろいろな場所で開かれる合同の企業説明会などへ行って情報収集をするわけですただもちろん我が社はブラック企業です なんんて自己紹介する会社はありませんから、企業のアピールをそのまま信じてしまわず正しい情報を集めて死亡する企業を考えることが大切ですまた今はインターネットがありますから企業の名前で調べると「あの企業はブラック企業だ」なんていう噂が出てくることもありますし就職活動をしている友人や大学の先輩などからも ある程度の情報を聞くことができます産業革命が起こった当初の時代と比べれば今の時代は労働者を守る法律や仕組みもでき労働環境は改善されたと言えそうですがやはり労使関係つまり雇う人と雇われる人の関係では労働者の立場は弱いもの自分の身を不当な労働環境から守るためにもやはり 情報収集は大切だというわけですね。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。